これっていいのかな、結構口。中村愛チャンネル、どうも中村愛です。プシュー、今回は運転をしながら吉田てるみさんの良さを語ってみた、ポッポッポッポー。ということで、まずは大前提に安全運転でいきたいと思います。さあ、ということで、てるみさんともう出会って5年ぐらい経つんですけれども、一番最初の印象は寡黙でした。はい、なんですけど、その印象がだいぶ薄れて、今はなんか私に心開いてんじゃねえのっていう風に思うようになっておりますいや、気のせいかもしれないんですけど、なんとなく心を開くのがちょっと人より遅い方なんじゃないかなって思っています。私とかは、あ、でも私も意外と心開いてる風を装って意外と開くの遅いんですけど、あ、いや、そうでもないか、お前の話はいいか心を開いた人にはめちゃくちゃ情が熱い気がします。じゃあ何をしてくれたんだって言われてみたら、確かに別にあ、うなぎをおごっていただいたぐらい一回なんですけれども、あとやっぱり常にちょっと庶民の味方感があるんですよね。私とかすごい庶民ですけど、てるみさん絶対庶民じゃないのに庶民の味方してくれるんですよね。そこがすごくやっぱいいなって思います。あとは結構話をすり替えるのが上手って私は思います。私がそういう人の味方しかできてないっていうのがあるかもしれないんですけど、あ、私が今売ったのにすごいすり替えたって、回ってないところで、オンエア回ってないところで思うことがあります。はい、これっていいのかな、結構口軽いと思います本人も自分で言ってらっしゃるので、まあ、口が軽いとは思っていると思うんですけど、なんか私もね、実はこれ言わないでくださいよって言ったことが一回あって、それは、この、あ、言ったんだ、言ってるじゃんって思ったことが一回ありましたなので軽い方だと思うわでも、まあ、だからって信用できないかって言われてみたら、そうじゃなくて、ケチなんて風に言われてるんですけど、実際ケチかって言われてみると、ケチです。いやジュースね、朝ね、グレープフルーツジュースもね、いつもてるみさん飲まれるんですけど、はい、これもう一本どうぞとかね、1週間に1回くらいあってもいいかなって思っては今絶対言えないですけどね、あとてるみさんに出会って本当にこの人すごいなと思ったのは、人の悪口とか人の上げ足取りで笑いを取らないところです。私は、まあ、てるみさんと出会う前は比較的そういうタイプだったんですけど、まあ、そういう風に笑いを取るのはやめようって思いました。てか心に決めました。まあ、言うてもそういう風に、まあ、取っちゃうまだ自分もいるんですけど、でもわあかっこいいなって、思いました。私がラジオのこの吉田てるみさんの相方であることについて取材を、まあ、最近受けたんですけど、その受けた時に、まあ、私だけじゃなくててるみさんも言っていただいたら嬉しいですみたいな風に。なったんです。でも一応私がまあメインみたいな感じでなってたんですけど、もうてるみさんがすっごい褒めてくれて私のこと、しかもそれもね、なんだろう、普段はそんなに言わないのに、ああこういうところで褒めてくれてめちゃくちゃ優しいなっていう風に感じましたね。さらっと人を褒められるっていうね、褒め達ですね、褒める達人、あれはすごいと思いました、あとは一緒に仕事してて思うのが、本当に甘いものとかフルーツとかガチで好きなんだなって。甘いもの
こうねあのかけてクイズをしてるんですけれども、まあ、それが本当に本当にちゃんと美味しそうに食べるし、いや僕大丈夫なんでこういうのっていうタイプじゃない、結構いるんですよそういうタイプの人も、あすごいなと思って本当に好きなんだなっていう風に思いました。ということで今日はてるみさんについてちょっと一人でねくっちゃびりながら運転しながら紹介していきましたが、いかがでしたか。はい、いやこのままできれば私の当初の夢、てるみさんの昔の相方小俣雅子さんみたいになるという夢があったんですけど、その夢に向かってやっていきたいと思います。その夢に向かって日々精進、日々精進していきたいと思います。むしろこいつやりましょうか。ということで今日は吉田てるみさんについて語るのコーナーありがとうございました。以上中村愛でした。バイバイ。